いいおっさんなのにもう一度漫画家を目指しております。いつもアートのいつもです。今回は2019年の干支イノシシの描き方をご紹介します。イドモアート、左側の方は完成図で、右側は描いている最中の画面です。なので皆さんは左側の完成図を見ながら模写してください。ちょっと描き方がわからない部分がありましたら、そこは右側の画面を巻き戻したりして見てください。顔の輪郭はひし形をイメージして描きましょう。右側がちょっと伸びてるような感じですね。今回は口を開いている状態で描いてるんですけれども、描かなくても結構いい感じになります。目は黒く塗りつぶしましょう。少し白い部分を残しましょう。その白い部分が目の輝きになります。そして反対側の目も少し黒く塗りつぶしましょう。ちょっとだけなんですけれども、これをやる絵が立体的になります。縦髪ですね、ちょっと尖らせて描きましょう。胸側の毛もちょっと尖らせながら描きましょう。胴体ですね、ちょっと尻下がりみたいな感じで描いていきましょう。イノシシの模様ですね。これで完成です。お次は抱っこしているバージョンです。まずは人のあたりを描いていきましょう。ちょっと難しいですけど、完成図と右側の描いている最中の画面を交互に見ながら描けば大丈夫です。あたりの方は完成です。このあたりの上から皆さんのスタイルで人物を描いてください。そうすることで簡単に描けます。そして、皆さんが人物画を描き終えましたら、顔の部分を少しだけ消してイノシシを描くスペースを作りましょう。顔の描き方は先ほどの描き方と同じです。
この足は顔にかかるように描きましょう。そうすることで前足は顔よりも前の方に出てるんだなと表現することができます。これで完成です。いつもアート、いかがだったでしょうか。結構簡単に描けたのではないでしょうか。最後までご視聴ありがとうございました。このような分かりやすい描き方動画などを投稿しております。なのでチャンネル登録していただけると最新の動画が投稿されるといち早く視聴することができますので、どうぞよろしくお願いいたします。そしてまた動画への感想もよろしくお願いいたします。皆さんの感想で動画の質も上がっていきます。ではいつもでした。